1987年光源氏のメンバーとしてデビューし、爆発的な人気でスターとなった諸星一美、諸星一美さん。諸星さんの愛車はランボルギーニと言われ、高級車を所有するその後自宅はどのようになっているのでしょうか。また現在の収入源や、ジャニーズを抜けた後の事務所はどこなのかも気になるところです。諸星一美のプロフィール、愛称、カー君、本名、諸星一美、生年月日、1970年8月12日。身長、169センチメートル、出身地、静岡県、最終学歴、吉原工業高校中退、所属事務所、スターズクルー、目次、諸星一美の自宅、諸星一美の愛車はランボルギーニ、諸星一美の学歴は不明だった、本当は高卒。ニューヨークに渡米し、収入がないという自虐ネタも、諸星一美の収入源、諸星一美の現在は、激痩せが心配、諸星一美の学歴は不明だった、本当は高卒、諸星一美、結婚しない理由。ニューヨークに渡米した後、諸星一美の現在は、収入がないという自虐ネタも、諸星一美の自宅、諸星さんは現在、ご自宅を日本ではなく海外に移され住まわれているとのです。その場所とは、どうやらハワイのようで優雅にハワイアン生活を楽しんでいるとのこと。ハワイといえばアメリカの州になりますので、諸星さんはアメリカの永住権を取得していますし、住居を構えたということでしょうか。諸星さんのご自宅の様子も気になるところですが、その様子はバラエティ番組、ロンドンハーツ、テレビ朝日系にて公開されています。ご自宅はレンガ造りの家にシックな雰囲気が漂う家具を取り揃え、ヴィンテージ感あふれる内装に仕上げています。諸星さんのイメージからしてもこの自宅の雰囲気はぴったりで、諸星さんにとっても理想の家となっていることでしょう。またベッドには王宮で使われるようなレースのカーテンがついており、諸星さん自体が王様のような生活を楽しんでいられるようです。ご自身のブログでもそのハワイでの生活を取り上げられているようなので、ファンとしては諸星さんのハワイでの生活を見ることができて嬉しいことでしょう。日本でも有名なハワイの有名人といえば、大相撲元大関の小錦さんですが、諸星さんとの交流もあるようです。諸星さんと小錦さんは古くからの友人であり、ハワイでの暮らしで困った時な頼りになる存在とのこと。小錦さんといえばハワイでも英雄なので、その後ろ盾は諸星さんのハワイ生活でも強い支えになっているのではないでしょうか。諸星さんが日本を離れハワイでの生活を始めていることには驚きでしたが、きっと毎日が充実し満喫した暮らしを送っているのではないでしょうか。たまに日本に帰ってきて、テレビなどでも元気な姿を見せてくれているので、今後も諸星さんの活躍に期待したいところです。諸星一美の愛車はランボルギーニ、2019年4月13日放送のテレビ番組、おぎやはぎの愛車遍歴、BS 日テレ系、にて諸星さんは愛車を公開しました。その車は真っ赤なフェラーリ FF で、まさにスーパースターがスーパーカーに乗る姿はようになっていました。諸星さんは、これまでに数々のスーパーカーを所持しており、その中でも最初に買った車がランボルギーニカウンタックだったとのこと。当時まだ17歳の諸星さんが純白のランボルギーニに一目惚れ、購入に至っているようです。値段は当時の価格で3000万らしく、17歳で免許もないうちに所有する諸星さんには驚きではないでしょうか。光源氏として活躍していた時につけていたバンダナの横の羽もランボルギーニのシザーズドアからアイデアを得たとのこと。当時の光源氏は少年隊より売れていたみたいですし、きっと諸星さんはこの頃相当稼いでいたのではないでしょうか。
少年の頃から現在まで諸星さんのスーパーカーへの愛は変わっておらず、これから先も新たに所有する車を世間に公開することもあるでしょう。好きな仕事をして好きな車を買える諸星さん、きっと誰もが憧れる姿を今も見せてくれているとも言えそうです。諸星和美の学歴は不明だった。本当は高卒。諸星和美さんの学歴についてですが、光源氏の中でも諸星和美さんだけずっと不明なままだったようです。ただ最近ではヤフー知恵袋にて回答が出ていて、大研で高卒の資格を取得しているとされています。さらに光源氏時代の収入はたくさんあったと思いますが、現在の仕事は何で、現在はどれくらい収入を得ているのか気になる方もいると思います。諸星和美さんは結婚もしておらず、現在も独身ですが、仕事は歌手、タレント、商業プロモーションとして活動しています。2001年5月に永住権を獲得してニューヨークに渡米しています。光源氏が解散されて周囲の人たちが去っていく中で、自分のことを誰も知らない環境に身を置きたくなったといいます。ニューヨークに渡米し、収入がないという自虐ネタも。そうしてニューヨークに渡米した諸星和美さんですが、英語ができるのか気になりますよね。実は勉強熱心で真面目な面もあり、アイドル時代から英語の勉強をしていたようです。そのようにしっかりと勉強していたこともあり、ニューヨークで仕事ができているといいます。2011年12月には新曲を発売したり、まだまだアイドルとして活動も。イベントでは、仕事がねえ、収入がねえ、と自虐ネタも披露したといいます。諸星和美の収入源。そして諸星さんは現在ハワイで過ごされているということですが、お仕事など収入源となる活動はされているのでしょうか。調べてみますと、日本のテレビのバラエティ番組にたまに出演されている姿は拝見できます。またミュージカルラストシャングリラでは若狭政治役として役者業もされている様子です。ただ芸能活動自体の露出はそこまで多い方とは言えず、普段は時間をゆっくりと使っているのではないでしょうか。また光源氏のメンバーとして一時代を築き上げた諸星さんだけに資産はかなり持っているのではないかと言われています。10代から20代に休む時間もないくらいアイドルとして活動していたので、今は休憩していたとしても不思議ではありません。ハワイでのゆっくりとした生活も楽しんでいるみたいなので、また何か諸星さんがエンターテイメントを沸かせるような活動をしたいと思える日が来ることを期待して待っているファンも多いことでしょう。諸星和美の現在は激痩せが心配。そんな諸星和美さんですが、現在は激痩せが心配されています。現在の画像をネット上で見ることができるのですが、どれも頬がこけていて、げっそりし、まるで病人のようです。諸星和美さんが健康的でない痩せ方をしているのについて、様々な憶測が飛び交っています。その中でも有力なのが、薬をしているのではないか、というものです。芸能人では薬をしている人もいますが、その方と同じような症状が諸星和美さんから伺えるという確証もあります。例えばイベントでろれつが回っていなかったり、諸星和美さんがわざと薬物の話を持ち出して不自然にそれを否定することもあるようです。そのように激痩せが心配される諸星和美さんですが、そのかっこよさはまだまだ健在です。これからは健康的にいつまでもスマートでいてほしいですね。諸星和美の学歴は不明だった。本当は高卒。諸星和美さんの学歴についてですが、光源氏の中でも諸星和美さんだけずっと不明なままだったようです。ただ最近ではヤフー知恵袋にて回答が出ていて、大研で高卒の資格を取得しているとされています。
さらに光源氏時代の収入はたくさんあったと思いますが、現在の仕事は何で、現在はどれくらい収入を得ているのか、気になる方もいると思います。諸星和美さんは結婚もしておらず、現在も独身ですが、現在の仕事は歌手、タレント、商業プロモーションとして活動しています。2001年5月に永住権を獲得して、ニューヨークに渡米しています。光源氏が解散されて、周囲の人たちが去っていく中で、自分のことを誰も知らない環境に身を置きたくなったといいます。諸星和美、結婚しない理由、1987年当時16歳にして、光源氏の中心メンバーとしてデビューされました。明るくてやんちゃな性格が女性に受け、芸能界一のモテ男と称されるほどになったそうです。当時のモテエピソードは凄まじく、365股アイドルと呼ばれるほどだったそうです。2股3股は当たり前で女性を取っかえ引っかえしていたようです。女性関係では常に選び放題で尽きることのないほどハーレム状態だったという話が有名だったほどです。またバレンタインには4トンのチョコレートを全国からの女性にもらい、トラック約38台分の量だったそうです。1年かかっても食べきれないほどのチョコレートの量ですよね。それほどモテていたということがわかります。当時は諸星和美さんの悪口を言ったら全国の女性を敵に回すと言われていたほどモテモテだった諸星和美さんでしたが、現在も結婚しておらず彼女もいないようです。その理由を2013年に出演された有吉ゼミで語られていました。諸星和美さんは、人と付き合うのが怖い、本当にこの子でいいのかって思う、いろんな人が去った、昨日と明日が違う、さあっていなくなった、きついぞと番組内でおっしゃっていました。若い頃に特に興味があったわけでもない芸能界にいきなり入り、女性や周りの大人たちに踊らされたからこそ、人が集まってくる時と人が去る時のギャップが無垢だった諸星和美さんにとっては大きなショックだったのかもしれません。現在では本当に信頼して付き合えるほどの女性に出会えていないのと、その当時のトラウマがまだ消えないのではないでしょうか。ニューヨークに渡米した後、諸星和美の現在は、収入がないという自虐ネタも、そうしてニューヨークに渡米した諸星和美さんですが、英語ができるのか気になりますよね。実は勉強熱心で真面目な面もあり、アイドル時代から英語の勉強をしていたようです。そのようにしっかりと勉強していたこともあり、ニューヨークで仕事ができているといいます。諸星和美さんは2001年、当時30歳だった時にアメリカのニューヨークへ拠点を移しました。当時は日本で絶大に人気だったアイドルを辞めて、自分のことを全く知らない土地に行くことに興味が湧いたそうで、今まで築き上げてきた功績を壊すことに全くの恐怖がなかったそうです。そしてニューヨークには田舎者がたくさん集まるが、人それぞれちゃんとした意思を持っていて、違うことには違うとはっきり言うところが諸星和美さんにとって刺激的だったようです。とにかく全く違う考え方の人と関わりたいと思ったそうです。最初は言葉も文化も分からず、お金もなかったそうで、とても大変だったそうです。当時はピザの配達業をしていたそうですが、いつの間にか麻薬の運び屋になっていたというお話も今では有名な話です。そのような苦労を重ね続けた結果、現在では永住権を取得し、ミュージカル俳優として活動しているそうです。いろいろなオーディションを受け続け、後にはあの有名なブロードウェイミュージカルで活躍するほどの実力を築き上げたようです。日本のトップアイドルからニューヨークで活躍するミュージカル俳優までに見事に転身できたのは、元から諸星和美さんはスターの素質を持っていたからでしょうね。
2011年12月には新曲を発売したり、まだまだアイドルとして活動も。イベントでは、仕事がねえ、収入がねえ、と自虐ネタも披露したといいます。しかし現在もニューヨークで生活していることからお仕事が全くないということではないようです。またミュージカル俳優というお仕事はアメリカでは10年単位で役割交代されているようで、10年間ミュージカル俳優として経験を積んだ俳優たちは次の若者たちに世代交代をするようです。そして諸星和美さんのような経験を積んだ俳優たちは次にプロデューサー業を担うそうです。ですので現在は裏方のお仕事をしているそうですが、諸星和美さんにとっては表に出るお仕事を続けたいそうです。現在では日本のバラエティ番組にもたまに出演されています。日本で諸星和美さんを見れる機会はまだまだあるようです。明るいキャラクターで未だにファンの心を掴んでいる諸星和美さんにこれからも注目です。